あのですね、ただいま、はい、私どもは、はい、豊島園のフィッシングエリアに来ております。今、極寒でございます、うん、極寒多分秒で閉めるけどね、これはね。僕なんかちょっと違うとこ来たみたいなやつつけてるけど、ね、今日は何するのか、このちゃん。今回はですね、はいはい、我々待望の釣りを、待望待望ですよ待望の釣りをね、そっか行っていきたいと思います。僕はね、ありがたいけど今日3回目 ?4 回目 ?4 回目ですよ。4回目のガクトモチャンネルですけど、やばい、レオナ君最多出演。そう、なんで釣り会に俺が呼ばれたのか、いまだに今のところ僕はまだ把握はしてない。いや、僕らね、あの、はいはい、釣り、あ、魚をさばく動画を見てる仲間だった。そう、寝る前にね、魚さばく動画を見る仲間なんですけど。そうなんですよ。釣りはね、僕は未経験ですよ。あ、本当ですか。うん、ガクトはすんの。僕は割と何回かやったことあるんで。本当に、じゃあちょっと教えてよ、はい、今日。もう教えられるほどかっていう、心配ですけども見てください、ここ70センチオーバーも夢じゃないって感じ。すごいよ、70センチオーバー。今回の目標は、うん、この70センチオーバーの主を釣ることなんで。そう、主に挨拶して。そうそうです。日本基準じゃないからね、70センチオーバー。そうですね、うん、あと食べるでしょ、しかも今日。そうなんだ、釣ったらも食べれるっていうから、塩焼きできるエリアがあったんで、いいね、そこで釣ったやつを2人で焼いてバグボック食べたいと思います。いいですね。今回なんかね、ルアーも自分で選ばせてもらってね。そうなんですよ。どれにする？ガクト何色がいいの？やっぱ派手な方がいいよ。派手な方がいいですね。魚も派手な方がいいよ、うん、男もほらギャルの方が好きじゃん。そうですね。いや、それは人によると思いますけど。製作用と、この辺じゃない？あー、ほら確かに。ほら、あれですね、あのパステルカラー、ね、そう、ブライダルで働いてる感じね。怪しい感じ。毒持ってそうな色。あ、でもカエルっぽいだ、これ。そういうこと。このマジでいいですね。海の上で働くギャルの爪。しかもさ、餌釣りとルアー選べて、今回も絶対ルアーやろうって話だったからね。そうですよ。餌釣りの方が釣れるんですって、結局。でも僕らそんなことに甘えてる男たちじゃないんで。餌釣りが甘えてるわけじゃないけどね。で、何でしたっけ、これは。これはあの渋谷のギャルがつけるやつ。それはちょっと毒を持ってそうな怪しいギャル。何種類かね、他にもルアー使ったから、ヤッシーさんでね、3人でちょっと挑戦するんで。そうです。まあ保険じゃないです。保険じゃないけど、ね、保険じゃないですよ。楽しいだろうっていう。そうそうそう。スリーマンセルで行くんで。はい。じゃあ早速行きますか。ありがとうございます。で、まず、ここを持つんですよ。ここ持つの？一回ここで持っておいて、うん、で、これをガチャンって外すんです。そんなことこれを外すのね。はい。外したよ。で、そのまま持っておいて、そしたら、うん、これを持ったまま、うん、持ったままこうやるじゃないですか。大丈夫か俺、本当にもう大丈夫か。いきますよ、うん、全然いかねえ。マジでガクト方で 俺やるよ、一回やるよ。投げるよ、ガクト。あ、投げてください。このまま、このどうですか。投げるの、はい。で、どこ行った。あ、ピオナ君の方がうまい。ほら多分こう、ゆらゆらさせるのがやったことないけど。激しすぎます。激しすぎる。もうちょっと小さいものの動きを真似ないと。あ、なるほど。小さいものの動きを真似ないと。モック君さんが小さい器。器じゃないです。器が小さいものがね。なんかさ、その遠くよりさ、手前のやつら狙った方がさ、魚の反応見えて楽しくね。ここもね、俺が今そのギャル跳ねてる結構ね、こ近場の魚がね、このギャルを見に来るんだ。1回リュウナ君何狙ってるの。俺あいつ。あいつ何。俺はあいつ狙ってる。あいつ何者だろうな。分かんない、あいつともちっちゃいんだけど、なんかたまに見に来るんだよ、俺のギャルを。この辺のね、ほら、本当ほらほらニコルだよ。ニコル、このルアーニコルって名前。ニコルだよ。ガクト、嫌な予感してきた。何ですか。釣れない気がする。このままじゃ、いや、このままじゃ釣れないよ。ちなみに梶原さん、今回何狙いなんですか。イワナです。僕はイワナ、イワナが好きなんで。おイワナ釣ったとしたら何で食べるんですか。塩焼きで食べたいですよ、やっぱり。ああ、そこにね、塩焼きコーナーがあったんですよ。炭で焼いてる。炭焼きも最高ですよ。さばいてる動画見るのにあんまり加工はしないんですか。あ、自分でですか。自分でやったことないですね、僕まだ。一回三枚おろしとかやってみたいですけど、なかなかね。歯に何もついてないんだよ。釣れます。それがだって疑似餌ってやつ。嘘なんじゃない。
これやっぱ餌つけなきゃ釣れないんじゃない？だって何もついてないじゃん、針。だって自分の魚でさ、ただの針に気付けますか？いや、思ったでしょ、ね、餌つけるじゃ釣れるわけないよ。そうよ、これに、これだったら飛びつかないの。いや、だからだからそれが餌っぽく見せるんですよ。あ、テクニックってこと。そうです。いや、俺思ったんですよ、うん、釣りとナンパって多分同じなんだろうな。ほうほうほう。ナンパもほら最初は絶対うまくいかないですよ。あ、うん、手を変え品を変えね、新しい話題作っておしゃれに気使って街を変えてたら、多分釣りも一緒なんですよ。でもあれだってそうじゃないですか、餌ないから。だってあれは明確に餌があるときと明確に餌がないときがあるじゃないですか。確かに。でも餌がないけど釣れるときだった。あと、まあ餌って釣れた女の子とそんな遊びたいかって言ったらそんな遊びたくないですもんね。餌ないのに、餌ないのに生きてくれる女の子の方が。そう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 、今後も大事にしようと思うから。でね、100万円あげるから付き合ってよと、お金ないんだけど付き合ってよは違うじゃない。違う。ってことは餌ありが100万円？そうですよ。今俺らは餌なし？貧乏だけど食ってくれるかもしれない。ラクト、はい、やっぱルアーだわ。え？あのね、餌ありで釣りするなんてね、はい、傲慢だよ。急な意見転換。いや、ほんと今話して思った。オンエア、あの、配信見てほしいけど、その、餌つけてやるやつは本当にしょうもない。しょうもないまでに。ろくでもない。ここまで？なんか何があったんですか、一体。そんなもので得たものが真実の愛なのかって。人間力だから。じゃあ俺釣りの真髄分かっちゃったもん今。最初のインパクト。なるほど。最初のつかみだから、やっぱ最初の最初にどれだけ相手がちょっといいかな、ちょっと立ち止まってもいいかなって思わされるかどうか。いえ。これね、もっくんさんの私物なんですよ。あの、いつもの使ってるスタジオにある、なんかね、もっくんさんが、なんだっけ、レンタル服コーナーみたいなのを作ってるんですけど、そこにある、あの、ディズニーで買った、ティガーのね、某虎の巻物です。僕、海釣りとかよく行ってたんですけど、その時は、あの、なんていうんですか、三角のテトラポット。そう、テトラポット、テトラポット の、 あの上に立って、結構その辺の、なんて言うんだろう、浅瀬じゃないけど浜に近いところら辺で釣って、餌つけて釣ってたんですよね、その時は。あと重りつけて浮きもつけて、で、魚が食ったら浮きが沈んで分かりやすいみたいなやつでやってたんで、こういう、なんか本当にルアーだけっていうのが初めて。え、来た？来たの？え、来た？え？え、どうやって来たの？すげえじゃん。え、買ってきたんですか？ま、スーパーで買ってきたわけじゃない。いや、もう釣り上げたんですか、普通に。釣り上げました。え、これね。マジか。もうほら、ダメだよ。お酒飲まないとこで呼ばれたんですよ。だからもう、お酒ないとこでも入れようはね、なんか持ってんなって思われたんじゃないですか。でもね、ちっちゃい子とかもいっぱい釣ってたから、ちっちゃい子釣ってて俺行けなかったらやばいよ、ほんと。釣れよなら釣れよ。いや、分かってるよ、俺は釣りますよ。ちょっとレオナ君に内緒で餌釣りに変更いたしました。ねえ、魚向かってんだけど、なんか。マジ聞いて。おい、魚来い、魚。おっ、